4人部屋にしました。でも対空大事、このゲーム多分一番大事なの対空だからな。対空出ずに死んでった人たくさんいるから、青字リーグで第1回のニャンシさんしかり。そうなんだ、まあ、彼生き残ったけど。やりますか、このゲームマジで対空出なくなった瞬間に試合終了。勝手に飛び込みをガードして、さあ大寿司でやるか。また大寿司強いからな、頑張るマジで。下台パン対空、下台パン対空でラウンドワン、アクセドバファイト。いいぞ。あそこちゃんと埋めないと。ビスケットオリバーかもしれないと思います。仕上がりやばくね。おめえが俺を強くしたんだ。かなりのビスケットオリバーだぞこれ。優勝したさ出てるぞこれ。いや前回もそうだよ、優勝したいわけじゃないんだよ、やれることやりたいだけ。ファイト。それ食らったら素人だよ。
すぐ。マジか。てか俺が言うよね。You lose。 これは、まあ、しょうがねえか。 Round 1 Fight。 うわっ、マジで早すぎたよ。よっしゃ、二回やつはまずい。話してくるかと思ったけど、話してもなかったじゃねえ。だから本番話してくるな。あー、やられた。お疲れですね、これ。オースコーリンだけどな、なんとかしなきゃいけないんだよ、オースコーリン。めちゃくちゃやってくるからさ。飛ばないとリターンが間に合わない可能性がある。でも飛びが、飛ぶ感じっぽいな。対空待ってるっぽいから。対空飛べば、もう打てるんだろう。
もうこいつマジで危ねえ。OK。 ああ終わった。こっちが対空警戒したらコーク飛んでこなくなったな。ありがとうコーク。いやちょっとこれビスケット降りましょっとこれビスケット勝久さビスケット降りましょっとこれ。いや疲れたわ。強ない。いや疲れたマジでめっちゃやった。いや強かった最後な。ちょっとまあちょっと無駄なことやっちゃったな最後な。最後結構無駄なことだったからあれがいかんかったな。ぬるかったな。皆さんお疲れした。ありがとう。またね。